マニワ SDGs ミーティングはマニワ市役所本庁舎で開かれました。この日は市内で SDGs の達成に向けて取り組むマニワ SDGs パートナーに登録している企業や団体など合わせて21人が参加しました。この日は SDGs を生かした地域課題の解決に取り組んでいる法政大学デザイン工学部の川久保俊教授をアドバイザーに迎え進められました。今年度3回目のミーティングでは、前回出たマニワで起きている困りごとについて解決策や実現に向けての取り組みなどについて考えました。マニワ SDGs ミーティングは SDGs パートナー同士の情報交換や連携の促進を目的にマニワ市が2020年から開いています。この日参加者は経済、環境、社会の3つの分野に分かれ、それぞれの分野に挙げられた25個の困りごとについて考えるゲームを行いました。参加者はまず1人ずつ順番に課題の解決策を出していきました。そして策を出した人はその内容について説明して、企業や団体、個人、行政の誰が取り組むべきかグループで話し合いました。ミーティングの中では参加者同士だけでなく川久保教授とも意見を交わし、地域課題のより良い解決策を考えていました。ゲームの最後にはこの日出たアイデアの中からそれぞれの参加者が取り組む行動について発表しました。SDGs に関わる行動を年に一度以上報告する機会を作ります。人のつながりとかっていうのは非常に大切に考えております。これパートナーシップ17番の目標を達成するために、思いやりの気持ちを持って助け合いますですね。はい、しっかり気持ちのこもった取り組みをしたいと思います。今回出されたアイデアは来年1月20日に行われるSDGs 円卓会議で紹介される予定です。